NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人挙兵は慎重に面白かったですね」「自称4年1180年の話です源の頼朝と別れさせられた八重は加納川の対岸父伊藤助塚の家人江間次郎に再火してます」「川を隔てた先です」 情措置ととるか非常措置ととるかそれは人それぞれです「平家物語」に登場する回想文学、市川猿之助さん出てましたね文学は実在の人物です源頼家源のためよ義の十男つまり源の頼朝の おじさんにあたる人です自称4年4月27日山伏姿の源幸の家が伊豆北条館を訪れ源の頼朝に領事を伝えました平治の乱で敗れて戦線離脱熊野に20年隠れていましたそこを持人王の挙兵に合わせて源の頼政に呼び出されたのですだから山伏の格好をしてるんですね。 後白河法皇の第三皇子持人王を支援するのは摂津源氏の長老源頼政です武将であり苦行であり歌人です少子の家を極意としていた清和源氏としては突出して十三味に寄せられましたちなみに源の頼朝は河内源氏です 安徳天皇は自称2年11月12日生まれまれした。高倉天皇の第一王子母は平清盛の娘徳子後の建礼門院自称2年12月15日生後まもなく立体し自称3年11月の自称3年の政変で持人王も長年治療してきた上国事療を没収されていました。 持人王は八丈院の勇士源幸家は八丈院の九郎殿源の頼政は大内守護望人王の挙兵の際八丈院も関係を疑われることになりました時仁親王は自称4年2月21日数え年3歳で戦争。 自称4年4月9日源頼政と諮った持人王は最小親王と称し諸国の源氏と大寺社に兵士追悼の領事を下しました同日源頼家は京を立ち諸国を回りました歴代天皇の中で最も短命だった天皇 戦乱で落命したことが記録されている唯一の天皇です。自称四年四月二十七日、山伏姿の源行家が伊豆北条館を訪れ。源の頼朝に持仁王の領事を伝えました。皇太子でも親王でもない持仁王が命令の正当性を高めるために。あえて親王の身分を犯して。最小親王と自称して。 発したものです本来ならば王の命令書は「御行書」と呼ばれるべきものでしたなお持人王の挙兵と蜂起の呼びかけ人の名義人は先の伊豆の神源の中綱すなわち源頼政の嫡男でした自称4年5月19日「平家物語」で源之家が伊勢神宮に収めたとされる願門にも。 最小親王の直というものが登場します。北条政子が言ってましたね。情報が漏れちゃうと。あんな山伏の格好をして、偉そうにこう回っていたら、絶対どこからか情報漏れると。自称四年五月初め、持人をの挙兵計画は露見します。平家物語によると、密告したのは二十一代熊野別当丹蔵 持人王の領事で熊野の勢力が2つに割れて騒乱に発展敗れた丹蔵が平氏に持人王の謀反を中心しました自称4年5月15日平氏は持人王を親戚降下させ源の慶光と改めた上で土佐の国への入るを決定警備士別当平野時忠は三百余旗を率いて持人王の三条高倉邸に向かいました 源の金綱が加わっていたことから兵士は源の頼政の関与は察知していませんでした源の頼政の着難源の中綱から知らせを受けた持人王は助走して三条高倉邸を脱出御所では長谷部信長がけび氏と戦って時間を稼ぎ持人王は御城寺へ逃れました 自称4年5月16日兵士は御成寺に持人王の引き渡しを求めたが御成寺の大主すなわち総兵はこれを拒否持人王は興福寺と延略寺にも協力を呼びかけました大事者が相手では兵士も容易には手出しができず数日が過ぎました自称4年5月21日平の清盛の弟平の頼盛範盛常盛 平清盛の子智盛重衡平,平の重盛の子これそして源の頼政を大将とする御城寺攻撃の編成が定められましたこの時点でもまだ頼政の関与は露見していませんでした同日夜源の頼政は自邸を焼き五十余旗を率いて御城寺に入り持ち人王と合流しました えー、以下の経緯は略しますが自称4年5月26日宇治川を挟んで両軍は退治平家物語の「橋合戦」17歳の足利忠綱が宇治川の急流に馬を乗り入れると坂東武者三百余期がこれに続き渡河を許してしまいました源の頼政は宇治橋を捨てて平等院まで退き持ち人を逃がそうと防戦頼政側は 次第に人数が減り源の兼綱は打たれ源の中綱は重傷を負い自害源の頼政はもはやこれまでと念仏を唱え渡辺唱うの解釈で腹を切りました源の中綱の嫡男宗綱頼政の養子中家その子中光らも相次いで戦死や自害持人王は三十騎に守られてかろうじて平等院から脱出藤原の景隆の軍勢に追いつかれ 山城の国相良郡光明山鳥居の前で敵の矢に当たって落馬したところを打ち取られました持人王の乱は失敗に終わりました伊豆の国の治行国主だった源頼政が死にまた伊豆の神だった源頼政の着難源の中綱も死にました伊豆の国木代だった源頼政の孫源の有綱は 欧州へ逃げ出してししてままいました。源の有綱は後源の頼朝と源の義経と共に平家と戦うことになります伊豆の国の稚業国主には平の清盛の妻時子の兄平の時忠伊豆の国の国主には平の時忠の息子平の時兼 伊豆の国木大として山木兼高が入りました在町勧進として源氏とつながりのあった北条時政加納重光らは急速に立場を悪化させました堤信刀は山木兼高の一族伊豆の国木大山木兼高の後見人です山木館の北側に屋敷を構えました自称4年8月17日未明 源の頼朝が北条氏佐々木氏らを従えて山木館襲撃のために挙兵山木兼高と共にその標的となります佐々木貞綱高綱が北条氏の増式源桃太の案内を受けて堤信太邸を包囲佐々木恒隆が前庭に侵入して頼朝挙兵の皇嗣となる一子を放ちました 包みの武藤は太刀を取って佐々木恒隆と戦ったものの佐々木恒隆のいた矢を受け突入してきた佐々木貞綱高綱の火星もあってついに討ち取られることになります伊藤助親が八重に会いに来ましたね家人江間次郎八重が追い払ってましたね、えー、江間次郎は後に、えー、戦いで命を落とします そして八重は北条義時の妻となります。北条義時の妻となって、第三代執権、北条安時を生みます。これは時代交渉の創価大学文学部教授坂井浩一さんの本に書かれてます。概要欄に貼っておきます。リンクをクリックして買ってください。 えー「鎌倉殿の13人のキャスト」をいろいろ調べているとわかると思いますが阿波の局が2人いるんですね私もそれには気づいていました北条政子が勝ち誇って手を振ってましたねいやらしかったですね川向こうで悔しそうに残念そうに見守る八重かわいそうでしたね自称2年または3年 北条政子源頼朝の長女大姫誕生八重と北条義時は果たして結婚するのでしょうか注目です後白河法皇が源頼朝の夢枕に現れました「助けてくれ」と言ってましたね「平家を打てるのはお前しかいない」と。 えー、平家を討つということは兵力が必要ですからその兵力を備えられる騎手じゃなければ話になりません。鹿が谷の陰謀自称3年11月平の清盛クーデターを起こし後白河法皇幽平院政を呈し自称3年の政変そして邦人王の乱平治の乱で流罪となった源の頼朝伊豆の国に入るとなった 源の頼朝しかいない鎌倉殿の13人の一人三好の康信が出てきましたね平野清盛が大葉影近に伊豆の国木大源の頼政の孫源の有綱の追部を命じましたこれを三好の康信は現実移動の動きと見なして頼朝に急報しました源の有綱はすでに欧州に逃亡した後でした 自称4年6月27日吾妻鏡後白河法皇の稚行国だった相模の国の財長官人鎌倉殿の13人の一人でもある三浦義純と後白河法皇の姉城西門院の側近千葉常寛が京都大番役を終えて国に戻る途中源の頼朝を訪ねました。この際 御白河法王の院前を託したとしても不思議はないという学説がありますまた御白河法王の院前を届けたのは文学であったという説もあります文学は節元寺参加渡辺島の遠藤氏の出身北面の武士として戸場天皇の皇女当時内親王。 城西門院に仕えていたが19歳で出家京都高尾山神保寺の最高を後白河天皇に豪祖渡辺党の棟梁源頼政の治行国であった伊豆の国に入る当時は源頼政の子源中綱が伊豆の神でした門学は近藤四郎国高に預けられて名古屋に住み伊豆の国比ヶ島に入るのみだった源頼朝と地偶を得る。 とあります文学は海の嵐をも鎮める法力を持つ修験者「平家物語牧野大醐」「文学の荒行」「勧進帳」「文学流され」「福原院前」にまとまった記述があります源頼朝に亡き父源義朝のしゃれ神戸を示して決起を促しました入り口の伊豆から 福原京の藤原の光義のもとへ赴き後白河法皇に兵士追悼の院宣を出させるように迫りました源の頼朝にわずか8日で院宣をもたらしましたいずれも史実との食い違いが多く平家物語特有のドラマチックな脚色となっています以上見てきた通り 後白河法王の院前、それを誰が持ってきたか、三浦義住が持ってきたということになっています。三好の安信の手紙によって追い詰められた源頼朝は、決起することを決意します。北条義時は三浦義村に相談し、300という人数を割り出します。300を揃えるために誰を誘うか、 そこで目をつけたのが、伊豆の国の国賀の米の情報でした。米を誰がどれだけ納めるか、その情報をかき集めることで、誰が何人の動員ができるか、それを押し量ったということです。標的は山木兼高と定まります。山木兼高の隣人に包み、信藤もいます。この二人を打ち取る。 ととということが攻撃目標となりますどなたのしゃれ神戸か存じ上げませんがこの平家のために命を落としたと思われるもののゃれ神戸に決起を誓う源の頼朝そして北条家の人々でした今日はこの辺りで失礼いたします。